はいどうも、世界一ストイックな怠け者のテケテケです。はい、ということで、明日はメンテ日ということで、ロビーの更新情報と、本日最終日のガチだったりイベントがあるので、やり忘れがないか忘れ物チェックコーナー見ていきましょう。はい、まずは忘れ物チェックコーナーということで、はい、UR 戦の小早川秀明ですね。はい、本日ガチャ最終日になりますが、まあなかなか今このタイミングで小早川秀明投用しに行く人はいないかなっていうところで、まあこのキャラクタースキルの狙いとしては、スキル1で敵6名に流血をばらまいて、敵の HP を低水準に保つような動きをまずはしていって、で、同時にスキル1を打ち終わった後、暴走化して攻撃力を 2.2 倍させると。はい。で、その状態で、スキル2が連撃になって、まず HP が低い相手に対して、2回攻撃していくんですが、はい。スキル1で流血ばらまいてるので、まあ、HP が低水準で保たれてるキャラクターがいて、はい。その2回攻撃で、とどめを刺しに行くと、はい。いうような狙いがありますね。はい。スキル1で暴走化してるので、敵が流血状態で低 HP で残っていれば、フィニッシャームーブは成立しやすいですね。で、敵の撃殺に成功した場合は、そこから先が全て確定クリティカルになるので、はい。暴走プラス確定クリティカルで、一気に火力上がっていきますね。はい、その状態で HP が低い相手に対して2回攻撃が終わった後は HP が高い相手に対して4回攻撃を行っていくということで、まあ、弱ってる子を利用して高火力化して HP が高く残ってる、まあ、おそらく主力であろう相手に高火力攻撃を仕掛けていくという若干トリッキーな動きができるキャラクターになってます。で、まあ HP が低い相手に対する連撃で仕留められなかった場合、まあ、ナタみたいな相手を叩いてしまった場合でも3回目以降の攻撃は HP が高い相手に切り替わるので、はい、そういうしぶといキャラクターから対象を早い段階で見限って、まあ、HP が高い、例えば応援なんかで出てきた HP 満タンの雑魚キャラなんかをその HP が高い相手に対する攻撃で撃殺すればまたそこから確定クリティカル化するので、このスキル2のコンボを決めるための施策が攻撃対象を変えることで2パターンできるんですね。で、その効果力化した攻撃で最終的に HP が高い相手を落としに行くというような、はい、狙いがあるキャラクターで、挙動的には結構面白く、火力的にもスキル2全体で、まあ、1万5000パー超えの火力なんてのも狙っていくことができるぐらいのなかなかな火力持ちのキャラクターなんですが、まあ、デメリットとしてはスキル1の攻撃には暴走が乗っからないっていうところで、あとはスキル2までその暴走が剥がれずに残ってるかっていうと、現環境だとなかなかバフ剥がしキャラクターも増えてきているので難しいところだったり、まあ暴走ついてるので受けるダメージが上がっちゃうんですね。それによってこのキャラクターが沈んでしまうリスクがあったり、でスキル2に関しても HP が低い相手に対する攻撃がナタに向かって撃殺できず、その後 HP が高い相手に対する攻撃も、まあ、本田忠勝や上杉謙信みたいなバフだったり特殊状態で耐久がっつり上げてるようなキャラクターを殴り始めてしまうとうまくコンボが決まらなかったりと、はい、いう感じで、はい、安定した立ち回りを狙うキャラクターというよりは、まあ、お相手さんも自分自身もこのキャラクターの挙動がどう転ぶかなかなか予想しづらいような動きをするキャラクターになってます。はい、まあ、そういうキャラクターが好きな人には少しおすすめできるんですが、まあ、やはり今 MR 時代になっている中でなかなか手が出せないのかなと、はい、いう感じですかね。卑弥呼と違って鏡もあんまり仕事してませんしね。はい、本日最終日ですが、確定絆枠まで回すような原本の使い方もしなくていいと思います。そして本日 UR アバター戦過去演、そして、はい、結婚アバター過去演ですね、本日ガチャ最終日になりますが、はい、もうこのキャラクターはもう結婚化して、もともと尖っていた攻撃面がさらに尖った感じですね。結婚スキルによってスキル1スキル2両方に攻撃力ベース防御無視攻撃が追加されたことで、はい、スキル1の初速の火力に関しても補聴所全キャラクター内トップクラスの火力になり、スキル2の範囲攻撃の方も防御無視攻撃が乗っかったことで同じく補聴所全キャラクターの中で範囲攻撃トップクラスの火力が出せるキャラクターになりました。はい、まあ、ただしそのダメージは防御無視攻撃に頼っているので、一般戦闘やボス戦ではその部分は発揮できないってところですね。はい、そこは注意が必要で、あくまで対人で火力が伸びに伸びたっていうような感じですかね。で、その代わりもこのキャラクターは耐久面ほとんど捨ててしまっているので、はい、簡単に沈んでしまうっていうデメリットがあるので、本当に火力差し込みで使いたいような人向けのキャラクターになります。で、このキャラクターが一番面白いのはただの高火力キャラクターではなくて、スキル1の連撃でクリティカルが出た場合に相手を 100% の確率でめまいにすることができるっていうような能力を持ってるんですね。はい、このトップクラス級の火力が出せてプラス足止めができるキャラクターっていうのは実はこのキャラクターぐらいで、まあ、スキル1で足止めができるキャラクターで、このキャラクターの次に続くキャラクターっていうのがこのキャラクターの半分ぐらいの火力しか出せないようなキャラクターで、やっと足止め機能が追加されるっていう中、トップクラスの火力を保ちながら足止めもできてしまうっていうようなところがこのキャラクターの他の高火力キャラクターと一番大きく違う点ですね。はい、対人戦なんかの終盤戦で出していけば
ば、スキル1ランダム攻撃なんですが、少ない敵に1点集中して、敵人数も少ないので、めまいもばらまききることができて、後半のイニシアチブを握って、こっち側の形勢を有利にしていくみたいな、はい、コンボを作ることができる効果力キャラクターというようなところで、まあ、対人戦の、しかも限られた場面に限りますが、扱い方次第では、モガミやフーマのコタちゃんに匹敵する、またはそれ以上のパフォーマンスを局所的に出せるキャラクターだと、はい、私は思ってますね。はい、ちなみに私が一番好きなのは、ユアルアバター戦のカコエンちゃんですね。いや、ほんとこのイラスト大好きです。腹筋が。はい、そして UR アバターでおなじみリジュちゃんに関しても本日ガチャ最終日になりますね。はい、なんかまたリジュちゃんには近いうちすぐ会えそうですね。はい、ちなみにこの袴の履き方がめちゃくちゃ秀逸で、はい、リジュちゃん袴の下に下着をつけないスタイルなんですよね。まあ、最近の人は袴の下に下着つけますが、昔の人結構つけない人が多かったりして、はい、しっかりそのスタイルを受け継いでるんですよね。はい、放置少女キャラクター、露出が多いキャラクター多いですが、個人的にはナタの8倍ぐらいセクシーだと思います。この背景なんかとのマッチ具合もいいですよね。ちなみに撮影場所は、はい、ここら辺ですね。はい、絵巻イベントも本日最終日ですが、まあ、みんなもここら辺通るときはリジュちゃんいないか意識して三角サイコロ回したらもしかしたら会えるかもしれませんね。はい、とって夏祭り系のイベントも本日ほとんど全て最終日になりますので、花びれの高速戦闘券の報酬だったり、手作りかき氷、はやと流しそうめん、最新の雑貨屋、あと後期3000イベントも最終日になるので、しっかり中身確認していってやり忘れがないか、はい、チェックしていってください。で、福引きに関してはあと4日間あるので、どちらにせよもう集めるスポットもないので、今日全部使い切ってしまっていいと思います。いや、今回本当に神イベントばっかりだったので楽しませてもらいましたが、いや、なんか寂しいですね、終わっちゃうの。はい、この前の春の桃源郷イベントの時みたいに日付過ぎたらここからみんないなくなっちゃうんですかね。うん、サジちゃんとか真っ先に帰りそうですね。いや、最後まで残っててほしいですね。はい、で、この下にあるストーリー見ると、明日第7話が解放されるみたいなので、はい、2日間しかないので、はい、今のうちに忘れ物チェックコーナーとして、はい、一応紹介しておきますね。はい、で、本日鍛造工房も最終日になるので、はい、今回金曜日メンテからの4日間鍛造席毎日見に来てる人は回すタイミングがあるので、はい、しっかり最後の累計ガチャ4回の段階報酬ゲットするためにガチャ回しておきましょう。はい、ということで更新情報を見ていきますか。まずは百花美人に義援が登場ということで、はい、義援に関しては奥義かなり優秀なキャラクターになっていて、 SSR だけで組める命中が上がる奥義だったり、ラキスタで取得優先順位が高い超運と組んだ反射奥義なんかに絡んでいたりして、はい、奥義的にはかなり優秀なキャラクターなので取りに行きたいところですが、はい、今ちょうど限定ガチャにこの当該っていうキャラクターが並んでいて、本日最終日になりますが、このキャラクターが2時間までするとスキル2で遁光という放置少女で対ボス戦において最強の突破手段である反射攻撃ができるキャラクターに進化するので、はい、最適解でこのゲームを攻略していきたい人は、確定絆枠がゲットできる残り回数ですねというのはメンテ後も引き継がれるので、まあ、今回当該取れない人も確定絆枠まで当該高級ガチャ券なんかを使って回しておいた方がいいのかなってところですね。まあ、そうすると義援の確定絆枠遠のいてしまうんですが、まあ、当該にはそれぐらいの価値があるかなと思うので、はい、私個人的には当該の方がおすすめのキャラクターになりますね。まあ、今回夏のイベントで高級ガチャ券かなりみんなたくさんゲットしたと思うので、まあ、もうすでに当該は持ってるよって人かなり多そうなんで、まあ、あんまり気にしなくてもいいのかなと思うんですが、まあ、余った人は次回義援に使ってあげるのもありだと思います。はい、そして課金イベント。あ、また結婚キャラ来るんですね。はい、過去演今日で終わりなので、おそらくまた新しい結婚キャラクターが来るアナウンスがこの後ロビであるのかなと思います。はい、縁結びパックに関しては大と小があって、それぞれ 12,600円という価格設定になっていて、で、原宝が3,000元宝1,500元宝、はい、さらに結婚するために必要なマスミの心っていうアイテムをゲットするためのガチャ券が30連分と15連分それぞれ大と小で手に入るんですが、はい、これ課金効率的には1円あたり1元宝分の課金効率しかお得な方の大のパックですら届いておらず、はい、この課金効率だと、はい、例えば本日最終日の一朝一夕ですね、はい、このおみくじイベント、はい、このおみくじで、はい、55% が出ましたが、まあ、底引きの 40% が出た場合に、はい、この1万円払って5000元宝を購入した場合の課金効率でも1円あたり 1.06 元宝の価値ということで、まあ、この後ロビで明日の結婚キャラクター出てきますが、はい、そのキャラクター見て、まあ、前から待ってたキャラクターの結婚家とかであれば、はい、明日の縁結びパックで課金するより今日のこの一朝一夕イベントでもう課金してしまっておいた方がお得になる可能性が高いですね。はい、ちょっと計算ミスあるかもしれないので購入の際は自己責任のもと再度ご自身でも計算してご判断の方をお願いします。いや、ということで結婚イベント来るんですね。まあ、加工園新キャラで来たんで既存キャラクターの結婚家かなと思うんですが、はい、どうなるかまた後で見ていきましょう。はい、そして幸運ギフト来ますね。はい、予想通り。
はい、幸運ギフトは120円で1週間で合計350元宝と2時間高速戦闘券が7枚、はい、そして高級ガチャ券が7枚もらえるということで、まあ、課金イベントの中で同じく高級ガチャ券がもらえるイベントこれだけあるんですが、高級ガチャ券を含むそれぞれの課金イベントの課金効率は幸運ギフトが1円あたり 15.75 元宝の価値ということで、他の高級ガチャ券がゲットできる課金イベントと比べて圧倒的に課金効率がいいことがわかると思います。はい、で幸運ギフトに関しては高級ガチャ券なんかのアイテムの課金効率を抜きにして単純に元宝だけ目当てで課金するにしても、安定供給されている月ギフト、ハッピーギフトに次ぐ第3位の課金効率の良いイベントになっていて、はい、単純に元宝目当てだけでもお得な課金イベントになっているので、はい、高級ガチャ券に関してはこの百花美人ガチャの SSR 副賞がもらえる限定ガチャか、はい、下の高級ガチャですねで使用することができるので、まあ、特にこの限定ガチャで欲しい SSR の副賞がいる人は幸運ギフトの課金をしておいた方がいいですね。はい、あと120円と幸運ギフトは安くなっているので、こういった軍令なんかの980円の課金イベントなんかでギリギリ1000円課金に届かないような課金イベントっていうのは、放置少女では課金した額の半分の元宝を購入した扱いになるので、980円の課金だと490元宝分課金したことになって、ギリギリここの累計チャージの500元宝を購入するに届かないんですね。はい、なんで、まあ、そういった980円課金の課金イベントにプラス今回の幸運ギフトの120円課金を追加することで、まあ、若干キリは良くないですが累計500元宝をチャージに届かせるというような調整用に使うこともできるので、はい、月ギフとか軍令とか、まあ、週間基金みたいな980円でめちゃくちゃ課金効率のいいお得なイベントがあるので、これに合わせて幸運ギフトも購入するのが、はい、累計チャージまで含めた場合にお得に購入できるのでおすすめですね。はい、そしてラキスタ、はい、今回ラキスタ総将前田慶次総総が一斉に登場ということで、はい、前回上杉謙信たちが並んでから直江兼次のラインナップ飛ばして趙雲たちが今回並んでたんですが、そのまま続行で総将たちのラインナップ行きましたね。飛ばされたまま帰ってきませんね。めちゃくちゃ優秀なバッファーなのに、はい、またいつか戻ってくることを願いたいと思いますが、はい、今回のこの3名の中ではまずはこの前田慶次が一番のおすすめですね。放置少女の中でもトップクラスに奥義で体力が上がるキャラクターになってます。はい、レベルかける120も上がるので、はい、将来的には全放置少女プレイヤーがこの奥義は解放しに行きたいやつですね。でまあダッキー装飾とこの2人もラキスタで並ぶキャラクターなので集めていきやすいキャラクターになっていて、はい、割と続けていれば解放できる奥義になるので、はい、第一優先が前田慶次、はい、で個人的には第二優先はこの総将の方ですね。 SSR3 体と組んでの筋力値アップと HP アップの奥義に絡んでいて、はい、まあ、最上とか風魔のホタちゃんカエサルなんかを主力に使ってる人は、はい、筋力値ベース防御無視攻撃に絡む筋力値のレベルアップが図れると、でしっかり HP も上がるし、で同じくラキスタに並ぶ総比っていうキャラクターと組んだ体力アップ奥義もあるので、なかなかおすすめ度合いが高いですね。でまた総将ってキャラクター撃砕キャラクターなので、まあ、この後カシウスを主力にしようと思ってる人や今東白主力で使ってる人なんかが、まあ、今後もねこれらのキャラクター使い続けるのであれば、まあ、スキル2の撃砕条件での火力アップに総将が一役コンボの成立のために手助けとして入ってくれるような形にもなってくれるので、まあ、キャラクターとしてもまあまあおすすめできるキャラクターになってます。はい、で3番手が曹操ということで、はい、奥義としては防御力アップ物理防御力アップの奥義に絡んでいて、まあ、やや優先度低めになるんですが、今はコブループっていう、はい、ボス戦突破の最強コンボが成立してからボスと取り巻きの通常攻撃を一身に受ける上杉謙信の耐久力っていうのも結構重要になってきてるので、はい、この奥義の価値も昔に比べたらかなり高くなっているんですが、まあ、それでも他2体に比べたらやや優先度は下がるのかなっていったところでしょうかね。はい、ということで優先順位的には今回は前田慶次総将曹操の、はい、順番に私の場合はなりますね。いや、直江たち早く来てほしいですね。はい、そして道魔法師、あ、芦屋道満、芦屋道満再販ですか。はい、このキャラクターほとんど注目されてなかったキャラクターなんですが、はい、このキャラクタースキル2で敵が封印状態の場合に視力値の6倍の防御無視ダメージを6回ぶつけに行くという、うまくコンボが決まれば関心を超えるような防御無視ダメージを飛ばすことができるキャラクターになっていて、実はスキル2の防御無視連撃めちゃくちゃ強いんですが、それを成立させるまでのステップがかなり大変で、まあ敵が封印状態でないと防御無視発動しないんですが、スキル1で防御無視をばらまけるのは最初のスキル1の範囲攻撃で敵を撃殺に成功した場合に発動する攻撃力が高い相手に対する追加攻撃、この部分にしか封印が乗らず、はい、敵一体にしか封印がつけられないんですね。でまあ一応最大攻撃力が高い相手に封印つけて、スキル2も最大攻撃力が高い相手を狙うので紐は繋がってるんですが、応援枠なんかでそのキャラより攻撃力が高い敵なんかが出てきてしまったら成立しなくなってしまうし、そもそも敵を撃殺できないと封印付きの追加攻撃自体が発動しないので簡単にその糸が切れちゃうんですね。はい、ということで
でせっかく優秀なスキルに持ってるんですが、それをつなげるのがめちゃくちゃ難しいキャラクターってことで、まああまり注目されずに終わってしまったキャラなんですが、はい、最近 MR キャラクターでネロっていうキャラクターが出てきたおかげで、罪悪封印という剥がせないタイプの封印をばらまけるようになったことで、はい、このアシアドーマンのスキル2がめちゃくちゃコンボつながりやすくなったんですね。はい、関心を超える防御無視連撃が割と簡単に成立するような条件を作れるキャラクターが新たに出たことで、まあ表情を一気に変えたキャラクターですね。で、かぐや姫も MR 化して味方に奮起をつけて耐久力を上げながらステータスを 10% 上昇させるみたいな主力値ベース防御無視攻撃と相性のいいキャラクターも出てきてるので、まあ例えば防止軍団を作りたい人みたいな人がいたとすれば、かぐや姫、ネロ、そしてアシアドーマンみたいなね感じのチームで、まさかのアタッカーをアシアドーマンで組んでいくみたいなね、はい、面白いデッキを作る人がいてもいいなっていう風に私個人的には思ってますね。ここら辺のね埋もれてたキャラクターが復帰して戻ってくる感じ、とてもエモいですよね。はい、そして電車内風景、あ、これもしかして保湿来ますか。早すぎません？まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないような、いやもっと来てほしい UR アバキャラいっぱいいるんですけどね。どちらにせよまだ UR のキャラクターなので基本様子見で OK だと思います。はい、そしてお結婚イベント新妖精、はい、新妖来ますね。はい、このキャラクターも結婚化したことで、まあ一番大きく変わったのがスキル1のめまいを打つタイミングで敵の状態異常耐性をダウンさせてめまいの成功率を大幅に上げたことで、はい、対人戦なんかで前衛の一番最初に新妖精を置いて今までめまいにできなかった状態異常耐性の高いキャラクターもめまいにすることで敵陣全体を足止めにしてこちらの先制攻撃で追い込んでいくみたいなコンボが作れるようなキャラクターになって進化して戻ってきました。で、その対抗策で長らくいたのがかぐや姫っていういうキャラクターで、まあ、状態異常耐性がある程度あったので神王のめまいにかかりづらかったんですが、神王が結婚化したことでかぐや姫すらもめまいにできて、はい、かぐや姫のデバフ解除で味方のめまいを取り除かれてしまうみたいなことを結婚化したことで抑制することができるようになって、いや神王もう暴れ放題ですねみたいな分析動画の時そんな感じのことを話してたと思うんですが、またかぐや姫も今回 MR 暴化して状態異常耐性さらに上がりましたからね。はい、ここら辺はもうずっと追いかけっこしてますね。まあ、ただ今回のかぐや姫の状態異常耐性の上がり幅っていうのはこの新王の状態異常耐性ダウンの上がり幅に比べてやや少なめになっているので、まあ、昔の新王対策のかぐやほどのかぐやの実力発揮はできない感じになっちゃってますね。まあ、とはいうものの今のこのデバフ耐性を下げてくる新王に対抗できるのはまあかぐやかなといったところですかね。はい、両方とも分析動画アップしているので興味がある方はテケテケ新王とかテケテケかぐや姫で調べてみてください。はい、めちゃくちゃ両キャラですね。はい、で好感度ストーリーフルボイス実装ということで、まさかの結婚イベントのフルボイスいつか来ますね。あ、もう明日すぐに実装されるんですね。あ、で今までのキャラクターも一気にボイスが入るんですね。いや、これは聞きたい。私もクソ雑魚棒読みなナレーションで読んでましたが、やっぱりね本当の声優さんの声が入ると全然違ったものになると思うので、まあ MR 化時代今入ってますが、やっぱり結婚イベントの方がこのゲームには合ってるような気がするので、はい、こっちの充実化もしてもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。いや、これちょっと楽しみですね。はい、そして走行上限アップデート、はい、ついに来ますね明日。はい、24日メンテ明け後からゲーム内の走行容量が上限が引き上げされるということで、はい、詳しい手順なんかについては明日メンテ明け後に一緒に確認していきましょう。いや、これめちゃくちゃありがたいですね。はい、そして起きた新キャラ、てかチワちゃん、あ、チワちゃん速攻で虹書きましたね。はい、今回の夏祭りイベントの主役と言っても過言ではないキャラクター、ストーリーの中では超コウメちゃんに似てると言われるようなそんなエピソードもありましたが、うん、可愛らしい。あれ、尻尾生えてましたっけ。より猫になりましたね。この尻尾は完全に黒猫ちゃんですね。ね、上さん、このチョコメに似てるキャラを猫キャラにしちゃうと必然的にチョコメちゃんも猫ってことになっちゃうんですよ。ね、そこら辺ね、かなりデリケートな部分なんで、さらっと関連性持たせないでください。いや、もうここまで行くと、超コウメちゃん猫ですね。まあ、でも、二次化したら、どちらかっていうと、超コウメちゃんっていうより、マチョウちゃんに似てきたような気がしますね。いや、このイラスト何？久しぶりに見返しましたが、かなりぶっ飛んでますね。あ、似てる。うん、似てる。こっちの方が超コウメちゃんでしたね。はい、ということで、千葉ちゃんですが、UR の時はまだ、まあ、スキル1の方が 2000% ぐらいの連撃。で、筋力値で勝てれば 5000% ぐらいの火力になると。で、スキル2の方も、HP が低い敵3に範囲攻撃をしていって敵の HP が 50% より低い場合は核クリになってとどめを刺しに行く範囲フィニッシャータイプということで、まあ、これといった個性がないキャラクターだったんですが、まあ、二次化してこのスキルがどう化けるかですね。まあ、無料配布キャラクターなんでどこまでサービスしてくれるか分かりませんが、はい、今回のテケテケスキル予想としては、はい、まずはスキル1の方が4回攻撃が6回攻撃になって一発一発に 100% の流血付与機能がついて、でさらに敵が流血状態の場合には確定クリティカルになると、はい、スキル1の方は
はそんな機能になるかなと予想したいと思います。はい、まあその理由としてはこのグローブですね。はい、猫グローブという他のガチガチに武装した副将たちを舐め切った装備をしていますが、はい、グローブといえば、はい、ユリ坂崎ですね。はい、オープンフィンガータイプのグローブですが、ユリ坂崎のスキルが敵を流血にするスキルがあるので、はい、チュアちゃんに関しても流血機能がつくかなと予想しました。はい、この虹のグローブなんかめっちゃ血出そうですしね。はい、でスキル2の予想をしようと思ったんですが、やっぱりやめて、ちょっとこれは若干願いも入ってるんですが、せっかく超コメちゃんに似てるキャラクターなんで祝福機能をつけてもらえませんかね。はい、超コメちゃんってキャラクターが祝福っていうバフを味方につけられるんですが、まあこの祝福のおかげでボス戦なんかでボスの大火流術っていう範囲攻撃から味方を守ることができて、まあボスを封殺するのにめちゃくちゃ役に立つバフなんですが、超コメちゃんの覚醒をプラス2以上にしちゃうとボスの大火流術の周期と祝福の周期がずれてしまって味方を守れなくなっちゃうんですね。超コメちゃんを強くしちゃった人ほどボス戦が不利になるという、ちょっと今あまり良くない仕様なんで、やり直しの意味も含めてこの無料配布キャラクターのせっかく超高名ちゃんに似てるキャラクターでスキル1に2ターンの祝福つけてくれませんかね。今からでも遅くないんで運営さんお願いします。はい、ということで、まあ、若干予想というより願いになっちゃいましたが、明日ガチャに並んだら投与して挙動確認して分析動画アップしたいと思いますので楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、グッドボタンを押してもらえるとめちゃくちゃモチベーション上がるので、テケテケ明日分析頑張れってことでグッドボタンを押してもらえると元気が出ます。はい、YouTube メンバーシップもやってるので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から覗きに来てくださいね。はい、それでは。するおっすおっすおっす。